こんにちは。ここは東海道線の平塚駅。今、第一線である2番線に、快速アクティが入線しているところです。快速アクティの日中運行は3月に迫った改正で消滅するため、見納めということです。それはともかく、なんと快速列車が副本線に入線しているのです。何が起きるのでしょうか？といったタイミングで、下り線は踊り子号の対比が行われています。185系による踊り子号も3月で見納めですね。2番線のアッティは無事到着しました。この列車は重量で運転されているようです。そして、後続の踊り子号の対比をするのです。このために、平塚では副本線に入線しました。通過まで時間があるので、ここで平塚駅について少し説明しましょう。平塚駅の歴史は古く、1887年東海道線が神津まで延伸した時に開業、過去には貨物専用線などの支線が分岐しており、1973年には初の国鉄出資の駅ビル、ラスカ平塚も完成。かつては踊り子、東海、ムーンライトながらなど特急や長距離列車も停車し、市の中心として、また始発列車と運行の拠点として現在まで大きな利用を誇る駅です。そのため、このように特急の対比、快速と普通の環球接続が日中を中心に行われています。朝夕は増改結も行われています。しかし快速との環球接続は次の改正で大幅に減る見込みです。そして快速列車の特急対比はもう見られなくなるかもしれません。さてそろそろ通過するようなので見てみましょう。対比が終わると、信号が開通し次第すぐに発車します。快速列車ですからあまりもたもたしていられません。ちなみに平塚駅の発車メロディは七夕様で、ホームによりバージョンが異なります。快速列車の上重量なので、他の普通列車に比べると少し混雑している印象がありますが、平塚の改札が両端にあることとこの日が年始であることからかこの日はあまり混雑していませんでした。運気の制限を受けるためゆっくりと発車していきます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の列車は12時58分。なお後続の普通列車はアクティの発車後すぐに入線しました。そして5分近く時間調整を行い発車。これならアクティ廃止の理由もわかりますね。平塚駅線は快速列車を毎時2本も走らせるほど需要がなく、また伊東も辻堂を通過するために需要を拾えず、さらに廃止すれば運行間隔も均等になるために日中のアクティは廃止になったのでしょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。